こいつらラブラブ。愛し合った。こんにちは。猫がラブラブすぎるので共有です。どうですか？ナイスですね。これね、赤井ちゃんの布団で寝てるっていうことがポイントですね。赤井ちゃんの布団が大事。見てぽよぽよぽよみ。で、2匹揃ってるのすごくないですか？さっきまでゴロミはこの辺にいたんですけど、わざわざスケちゃんの方に来た。愛し合ってるから。かっこいい。ゴロ。ゴロ。ゴロちゃん。さっきスケちゃんにいっぱい舐めてもらったよね。嬉しかったよね。ね、嬉しかったよね。ニャンスケのこと結構好きやもんね。超貴重映像です。今ゴロミ大好き。ぽよぽよ。あれからずっと寝てるのかって。
そう、今日のお昼にね配信しました。お昼つっても11時ぐらい、ね、コロミが寝てるよって。そっからずっと寝てます。ずっとずーっと。このベッドから降りてないよね、ゴロミちゃん。ずっとゴロミがゴロミしてました。ほっぺ肉、ほっぺ、ほっぺの柄、今日もケトルしてますか？してない。加湿器買ったんだよ。見て、お尻にピント合ってる顔がぼやけてる。お尻にピント合うから、やば、かわいい。お尻がメインなんや。すごさすがかん。もちもちの猫。みんなゴロミのことどう思ってんの？正直、私のことはどう思ってんの？ケちゃんが出るって、お部屋。ケちゃん出る？出る？ケちゃんゴロミと違って活動的やね。かっこいいね。
みちゃんだってかっこいい。ゴロニャ、ゴロミちゃん猫。ゴロミニャ、ごめんうざい。山、ゴロミ山。あ、あかりちゃんの上に乗ってくれた今。二段ベッドの下に行った。ただあかりちゃんがうざかったんや。起きたんじゃなくて寝に行きました、下に。やば、あいつ起きたんじゃなかった、あいつ寝に行った、下に。今二段ベッドの上にいるんですけど、あいつ二段ベッド降りて、まあ活動しに行くんかなそろそろと思ったら寝に行ったわ。そんなに嫌い？あかりちゃんのこと。かわいい。にゃ、にゃ、今日マッサージ行ったんですよ、初めて。でマスクは謎に猫アレルギーがやばすぎて、外でマスクしてないけど家の中でマスクしてます。やばくない？猫アレルギー対策です。今日初めてマッサージ行ったんですけど、ちょっと肩が痛くて、まあマッサージ屋さんって多分ねビジネス的にすごい買ってましたねって言うんだろうけど、肩と首がやばいです、やばかったですみたいな言われました。ガチやばかったらしい、ガチガチでした、パンパンに張っていますって。でちょっとすっきりした気がする。なんか全身コースだったけど、もう肩と首メインでって言った、結構肩と首メインで結構やってくれました。まあでもなんて言うんですかね、マッサージ初体験だったから
分かんないけど、なんか良くなったような気もする。てかマッサージに行ったっていう事実の気持ちが大事なのかなって思います。頭痛ね、最近頭痛がちょっとしてたんですよ。でイブを常備してて、肩こり関係あるんですかね、頭痛しますかって言われて、今日はスから配信です。スス明日になったら聞いてるかも。本当でもめっちゃ痛くて、もう本気でちょっと弱めてもらったんだけど、揉み返しみたいなのが来るんですかね。脳梗塞心配。え、私ファンに脳梗塞心配されてる、やばい。そんなに？とか髪ボサボサすぎない？やばいね。ポスター食われてる。揉み返しって何ですか？なんかアロマ、女性専用アロママッサージ、みたいな感じでした。飲み返されるのかな。ガチで、でも良くなった気がする。なんか、ま、医療行為じゃないからね、どうしようもないってどうしようもないけど、うん、でも良くなった気がするよ。ストレートネックはあるよね。でもさ、マッサージさ、もうできることならさ、なんか毎週とか行きたいじゃん。けどなんかなんだろうな、ランニングコストっていうんですかね、お金大変じゃないですか。マッサージよく行ってる人ってすごいですね。相場がいくらなんだろうか。ニトリでストレートネック用枕、そう、そんなのあんの。昼に猫配信してましたよね。そうしてた。さっきもいたんだけど、どっか行った。猫は気まぐれ。シップもね、貼りましたよ。昨日家にあるやつ。でも寒くて、シップ。寒ってなって剥がした。でもシップもいいよね。なんかいろいろ調べてて、マッサージ、接骨院、整骨院、あと整体
差が分かんない。なんか整体保険が効かしちゃダメか。保険効かしちゃダメ。なんか私程度の肩こりじゃ保険は効かないか。どうしたらいいんだろう。温泉行きたい。保険適用。接骨院にかかるとき。接骨院は病院ではありません。そうなん。日常生活の疲れからくる肩こりには保険が使えません。まあそうだよね、そりゃ。マットレスは結構いいの使ってる。いいのっていうかちゃんとしたの使ってるんだけどね。保険適用となる肩こりは怪我などの外傷が原因の肩こり。なるほど。こたつが原因の可能性もある。アイス食べて寝たら治る。ほんまにさ、私こんなに肩こりがやばいの初めてなんだよね。髪ボサボサすぎるんだよね。そしてやばい。でもだいぶ楽になった気がする。困ったさん。ゴロミポスター破けてる。猫がさ食べるんだよポスター。もぐもぐっつって。やばい、目がかゆい。プレゼントでシップ送ろうか。いや、プレゼントでシップ送れないと思います。肌に直接触れるものは送れないので、ありがとうお気持ちだけ受け取っておきます。肩治らないとフリースローね。フリースロー明後日、明日広島帰って、明後日また香川だ。日本狭い。音感シップって普通に薬局で売ってるんですか？にゃんすけの相手、にゃんすけさん今庭に行ってます。庭というかお外、パパとお散歩したい、一緒に行った。 LINE が来てた今。パパとお外に行ったよって。
音感シップ売ってるんだ。うーん、冬はちょっと夏冬は音感がいいな。なんかめっちゃ話変わるんだけど、AirPods の充電がめっちゃすぐなくなるんだけど、劣化するの？ Apple 製品って。 AirPods もう5年以上使ってると思うんですけど、もう横長じゃなくて昔のタイプ、縦長のタイプの AirPods なんですけど、劣化するんだ。こっちの耳だけね、10分ぐらいでねなくなります。プルルンっつって。こっちはまだ生きるんだけど、え、買い替え時？でも AirPods ってさ、4、5万しない？だから困ってる。3万ぐらい？そうなん？自分へのタンプレに買おうかな。3月29日に待とうかな。それか安い時教えてや。アマゾンセールとか、なんか AirPods Pro が安い時教えて。パチモンでもいいじゃん。え、嫌だ。エアポッツもどきみたいなの使いたくない。だってそのたまにしか使わないならもどきでいいんですけど、毎日使うからやっぱ純正がいいなって。え、イヤホン全く同じ状況？マジで？嬉しい。同じ人いたんだ。アマゾンポイント全然貯めてない。即使う。今アマゾンポイント。ヘッドホンの方が可愛いよね。わかる。あれ可愛いよね。けど、耳が痛くなるけん。アマゾンポイント101円しかないアマゾンポイント101円しかない、ないですね。残念。ノイキャンはいらないね。どっちかっていうとね、外の音聞きたいタイプ。危ないから。アップルがいいな。ちょっと足りない？ 100ポイントだ。ちょっと足りないか。そっか。明日からアマゾンタイムセール。そうなんだ。てかアバターかわいい、これ。ひっくり返ってる。明日から安い。そうなん。でもほんまにすぐなくなるんよ、 AirPods の充電。前は広島から東京まで持ち寄ったのに全然モダン。天城府もらえるチャンスのあるお仕事熱望。え、熱望。ニコ生とかであるよね、たまに。なんか
クイズ正解したら天城府1000円とか、あれに毎月出て、どっちの人は出れるんか知らんけど、ちょこちょこたまためていくしかないやん、コツコツ。パパ、ドア閉めてごめん。7時になったら終わろう。みんなが帰ってきだした。 STU チャンネル出たい動機が不純なんだけど、でもさ、エアポッツがさ縦になってるタイプなの、古い方のやつなの、今手元にないけど、もうだいぶ昔だよね、もう横向きのエアポッツになってから長いよね。あ、はい。でも私なんでエアポッツがいいかっていうと、一個ワイヤレスイヤホン持ってるんですよ、別のメーカーのやつ、結構いいやつ、2万ぐらいするやつだけど、それもたまに使ってるんですけど、なんかそのムニムニ型なんですよね、なんて言うんですかね、ムニムニじゃなくて、エアポッツの耳からうどんのやつがいいんですよ、あの硬いやつ、ムニムニ、先っちょがムニムニじゃなくてこう白いやつ、あれがいいんですよね。だからエアポッツが良くて、でも最近のエアポッツはムギムギですか、 うどんタイプはもしかしてもう古いやつしかない、インナーイヤーカナル型、ちょっとどっちがどっちか分かんないや、インイヤー、カナル、カナルはどっち、ムニムニが、プロはムニムニュ、ムニムニュがカナル型、じゃあカナル型じゃないやつがいい、硬いやつがいい、引っ掛けるやつ、そうそうそう、引っ掛けるやつ、第三世代は前のタイプ？ふんふんふん。エアポッツでイヤホン。じゃ、第三世代。メモっとこう。なんだっけ。インナーイヤー。インナーイヤー。型。取れない？ムギムギより硬いやつの方が私は、取れないかも。エアポッツ、あ、第三世代ライトニング、これか、23,000円、ちょっと安い、もしかしてちょっと古い、第三世代って、ガダルカナルト、あ、これこれ、23,800円だ、だいぶ古いんかい。そうなん。もうじゃ、今最近がムニムニってこと全部。5年前の種類？だったらさすがに買い替えるならさ、2万何本も払って新しいやつがいいんだけど。プロ？これ新品って書いてる。でもアマゾンで買うの怖いな。偽物捕まされそう。あ、これでもアマゾンのアップルの公式だ。もう今はムニムニしか出てないの？
あ、私が使ってるのは5年前。うーん、え、採算世代はいつのやつですか？昔の iPhone についてきたタイプのやつ。そう、そうです、5年前。第三、ムギムギじゃない方だと第三世代が最新。あー、イヤホンに詳しいな。みんな、みんなは何のイヤホン使ってるんですか？こんばん。耳ちっちゃい。そうなの、耳ちっちゃいからさ、結構落ちやすいかも。タイプ C になってる。え、待って、充電さすところがライトニングじゃないってこと？もうアップルの戦略が怖すぎて怯えてます。あんなにライトニング、アップル専用のライトニングを使ってあげてるのにさ、なんで急にタイプ C にするかね。骨伝導、骨伝導って結構音漏れせん？有線は嫌だな、マスクに引っかかるから。こんばんは。今ピアホンってやつ持ってます1個けど、やっぱアップル製品だから携帯が全部接続がいいんだよね、 AirPods の方が。充電はマグセーフ、出たマグセーフ。なんか携帯の後ろにさ、白い丸い柄がついてる人でしょ。あれ何？あれ使ってる人、身近な人でいないから、あれなんだろうって思ってる。結構世間に浸透してるよね。お疲れんこーん。やっぱイヤホンとかガジェットのことはさ、ファンの方に聞くのが一番いいな。ビーツスタジオ、ビーツ、ビーツね。え、あれはマーシャル。ワイヤレス充電か。でもあれケースにクレジットカードとか入れれないよね。私絶対入れたいから。ダメだ絶対。アマゾン、マーシャルは玄人好み。なるほど。うん、いやでも AirPods でいいや。AirPods の中で何を買うか考えよう。一番の条件は、値段かな。落としてもいいレベルのものを使ってる。え、でも私 AirPods5 年間落としてないんですよ。あ、落としてる。はい、思い出した。私さ、AirPods のさ、充電、耳に刺したままで、充電する箱をなくしたんですよ。で、あ、なくしたと思って、で、なんか iPhone を探す、でもなんかで見つけれなくて、もう積んだわーって思ってたんですね。そしたら事務所のスタッフさんで、それを聞きつけた事務所のスタッフさんが一人、あ、自分逆に本体なくして充電のやつだけあるんですよ。で、新しい AirPods に買い替えたんで、これあげますよって言われて、もらえたんです。すごくない？社内でさ、AirPods の凹凸が、凹凸っていうんですかね、その、噛み合ったの。需要と供給が。
だからなくしてるわ。でもこっちじゃない、本体をなくしてる。めっちゃラッキーだったあれ、懐かしい。ほんまに世間って優しいなと思ったもんね。そんなこともありました。すごいよね。うん、何や、何で遊んだ、何して遊んだ、教えて、何で遊びやったか教えて。うん、すごいね。うわ、ジャンプ、うわ、かっこいい、かっこいいね。すごいね、もういいすけど、かっこいい。あ、下から見てもお尻も、うわすごいんだからこれは。いやーやばいやばいやばい、かっこいい。スケちゃん、スケちゃん何のイヤホン使ってる、かっこいい、すごい天才猫だ。スケスケスケちゃん結婚して、え待って、ゴロミやん、ゴロミガラミ、ガラミ、ハイタンペンライトチェックありがとう。うわ、かわいい美人さん、え、美人さん、お姫様、美人さん、すごすごい、ゴロミちゃん美人かわいいね。本物、本物のゴロミ、すごいね。ごめんスケちゃん、あんな野良猫じゃなくて俺を見ろってね。そうよね、ごめんねスケちゃん。あ、そんなポーズできるん、すごすぎる。あー、すごい、やっぱプロのアイドルの猫や。ゴロミとは違うねスケちゃん、ほんとレベルが違う。あいつ所詮野良猫やけんな。あー、かわいいね、すごい、ほんまアイドル、スケが一番可愛いよ。エアポッツのバッテリー効果は7,900円、安っ、それでいいやん。え、マジですごい、マジで、え、すごすぎ。これは犬派も黙るわ。あまりにもやね。あ、ゆみりん、すごい、チュチュ、かっこいスケちゃん、みんなね、スケちゃんのファン。
やば。かわいすぎだろ。すごいんだから。スケちゃんかっこいいね。あ、ボロミも一応。ボロミどう？調子。ゴロゴロ、ゴロゴロニャン、ペロペロとかして。いや、そう。でーん、王様の猫。はい。愛してるよ、ゴロミ。よいしょ。スケちゃんかっこいい。なんか画面さ、白すぎない？画質が悪い。かっこいい。スケちゃん眠いね。スケ、結婚して。かっこいい、こっち見た。かっこいい。スケ？スケちゃん。世界一やね、あんた。そして部屋に多い AKB グッズ。
AKB 昔の私ヤンスケユミリン AKB とあれはあの額に入ってるのは七並べのやつだから18歳の私ですね。ここにまた別のやつ AKB これね2種類あってね A と B で、でも本一冊しか書かないからさ眉毛が入ってる方って思って眉毛が入ってる方だね。これ AKB ドールめっちゃ食われてる。これ絶対今こんなんやったら炎上するよね。女の子人形みたいにやるなんて性搾取だ。私もそう思う。平成だ。ゆうこちゃん、あきちゃん、すごい時代だったよ。紙パンツがついてたからねこれ。眉毛推しにゃん。そう、このポスターがね結構お気に入りです。さえちゃん、高美奈、ゆきりん、まゆゆ、さっしー、これはさえちゃん、まゆゆ、ゆうこちゃん、まりこさま、こじはる、るなちゃんです。うん、これは川栄里奈ちゃん、誰だ川栄里奈ちゃん、サッシー、マリコ様、パルル、ゆうこちゃん、ジュリナ、高美奈、アンニン、レナちゃん、結構若手が入ってきた頃だね選抜に。さやね、高橋ジュリちゃんか、こじはる、ミルキー、まゆゆ、てかまゆゆが食べられてる、最悪、ひど、ゆきりん、ルナッチ、トモチン、さえちゃん、です。懐かしい。もうすぐ終わります、配信。お風呂入ってこよう。今日は河原そばしてもらうんで山口グルメを食べます。ノーメイクですね。そうです、家で、まあ、鉄板やけどね。あ、ママ帰ってきた。ママ配信中やけんよろしく。もうすぐ終わる。猫が帰ってきたんやけど。猫帰ってきた。猫が帰ってきたよね今。びっくりした。この親にしてこの子ありって感じですよね。終わろう。そろすごい家なることがバレちゃった。すももありがとう。ガオーくだこからがすごいじゃ、ありがとう。かんちゃんありがとう。こばかつ今日もかわいい、ありがとう。ハーマンありがとう。
セブンありがとう、カナブンありがとう、目黒の工事ありがとう、金持ち先生世界のゴロミ、いや世界を牛耳ってる顔してたよね、かわいい、ありがとう、ナッカンありがとう、青鬼くん2月は福ちゃん満喫マンスリー、思う存分満喫します、嬉しい、ふくふくに染まる1ヶ月にしてください、ありがとう、流れ物ありがとう、一夜埼玉ノイタンありがとう、マジで髪ボサボサすぎてごめん、というわけで私が福田はって言ったらストーチーって言ってください、ありがとう、福田はストーチー、わ今世界で一番やる気ないキャッチフレーズしちゃった、ありがとう、福田は、はい、スタッチー、ありがとうございます、サンドの試合どんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした、皆さん、あのうちの猫を自慢するだけのね、あの時間でしたけど、最後にもう一度自慢させてください。あーかわいい、にゃんすけ、すけちゃん、あんた天才猫やね、みんなねすけちゃんのね虜よ、天才猫かっこいい、まあ、スケちゃんはね、あの世界を牛耳る王様だからね、ゴロミの旦那であり、かっこいい、かっこいい、かっこよすぎる、さすがにやば、いや猫チャージできてる、だいぶこのかっこよさを胸にまた頑張っていきたいと思います、かわいい、あまりにもちゅっ、というわけでありがとうございました、バイバーイ